共にお読みしたいと思います。それは偽りことない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから。アーメン。光のないこの世の中で光の使者として呼ばれました。光である神がこのな光として貴重な答えをくださいます。日本の作家である近藤麻里恵という作家がいます。その本が片付けの魔術という本です。その本をたくさんの主婦の方が読んで参考にしていました。その本には自分の人生を変えるほどのその片付けることに力があるということです。すべての人生生活変えるほどの片付けることは大事なことを語っています。私は、メッセージを準備する際するときに部屋に散らかっている様子を見ていらない本などを片付けましょうと家でよく言われます。片付けようとしてもあまりうまくできません。できませんでした。肉を持って生きている私たちが最優先で片付けなければ整理しなければならないということは神の御言葉であります。整理というのは散らかっていてそういうものを捨てて新しいものを置いて片付けることを整理整頓と言います。その整理整頓というのは置いていくべき場所に片付けられていることです。なので私たちが整理しなければならないということは神の御言葉である福音であります。そのキリストの中にある命を私の命として味わうことは福音であります。この福音で私たちの人生が整理しなければ常に試みにあって揺さぶられてしまいます。なので人のことを気づいたり人のことを気遣ったり周りのことを気を使ってしまいます。その福音御言葉の中に力があり自由があります。
もしその力と治癒を味わわない方は、御言葉で整理する時間が必要となります。あと、二つ目に委ねられたことは祈りであります。その祈りは、御言葉を握って、答えを味わううちに、すべてを持っているものとして、その祝福を味わうことができます。その祝福を味わなければ、無気力に陥ってしまい、余計なことに執着して、さらに中毒してしまいます。その祈りの祝福を味わうべきなのに、そうしなくて、力ないまま、問題に陥って、問題に執着されて、中毒されてしまいます。なので、祈りの中で、御言葉を味わっていただくうちに、何も持っていないなのに、すべてを、祈りですべてを持っているものとして、その祝福を味わうことができます。御言葉をくださり、その中に答えをくださる理由は、伝道のためであります。今日の本文に永遠の昔から約束してくださったと書いてあります。また3節には、この御言葉を選挙によって明らかにされましたと書いてあります。なので、御言葉で伝道のことを整理されていなければなりません。伝道というのは、ただ人々を教会に連れていく、そういう意味ではありません。伝道は私の生活の中にいなければなりません。人生の最後の時刻表は伝道で、選挙にあります。誰も否定できない最後の時刻表は伝道と選挙の中にあります。イエス様は弟子たちを集まって、父と子と聖霊の御霊で洗礼を受け、マタイ28章18節か20節のメッセージをくださいました。また使徒の働き1章8節の御言葉をくださいました。人生の理由は何でしょうか。一生懸命働いて金を稼ぐ理由は、その伝道の中にあります。その伝道に、その伝道が生活の目的ではないと、今日パオロはテドスへ手紙を送りました。パオロに息子のような存在はテモデとテドスがいました。二節に、偽ることない神が永遠の昔から約束された
3절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 맞다 3세쯤이 전부터 우리에게 준비하신 영생을 우리에게 허락하시기 위해서 자기 때에 자기의 말씀을 고지문노 사담에 라레다 토끼니 미코토바오 선교によって 아키라카니 사레마시다. 전도로 나타내셨다. 미코토바오 전도 という 形 として 아키라카니 사레마시다. 말씀을 나타내고 하나님이 일하시는 역사 속에 하나님의 미코토바 하나님의 미아타르키오 아카라키 아키라카니 することは 전도의 미하타르키의 中に 이키루 ということです. 정말로 하나님이 약속하신 이 영생의 역사를 나타내는 전도를 위해서 살아야 되는데 하나님이 약속された 영원의 미하타르키를 아키라카니 する 전도의 中に 이르 人生ではなければなりません。まず一つ御言葉、御言葉、福音、伝道で整理されなければなりません。整理されているとすべてのことは私たちにとって感謝することです。またすべての問題が感謝することしかありません。そのようなことを悟らないとすべての問題に騙されてしまいます。救われた皆さんはすべてのことを整理されていればすべてのことは神の祝福であり神の計画であります。問題のない人は誰一人もありません。すべての人生にはさまざまな問題を抱えています。救われた人も問題を抱えています。しかしその救われた者には問題が問題になりません。むしろその問題によって悟ることができる。また神の計画を何かを分かるようになります。神は問題の中でもっと多くな神の祝福計画があることを悟らなければなりません。この地に誰一人も問題のない人は誰もいないということは確実であります。こういう言い方は正しいかどうか分かりませんが、誤解されないようにお願いします。神様からすると神様にとっても問題がありました。神からすると問題は人間という存在です。神の形として創造されたその人間は人間を作って創世記1章28節の全ての祝福を与えられました。しかし問題は人間が神から離れたということです。なので神からすると人間という存在が問題でした。創世記6章に見ますと、どれだけ人間が堕落してしまったのか。創世記6章6節に人を作ったことを悔やみ心を
痛められたと書いてあります。神からすると問題は人間という存在です。出エジプトの際、イスラエルの民は、民人は常に恨んでいました。その度に キリストの答えをくださいました。すべての問題をキリストで祝福で変えなさいという、それが神の試みであります。すべての問題には答えがあるので、すべての問題が祝福なわけです。すべての問題は私たちが祈らければならない理由であり、その中に私たちの使命があります。ヘレン・ケラーご存知ですよね。その生まれてから19ヶ月の時、脳水膜炎に抱えてしまい、目が見えなくなりました。そのヘレン・ケラーを世話をしていた人がアン・サリバンという先生です。ヘレン・ケラーを育ってきたアン・サリバンも障害者の目が見えなくなり、障害の学校に通っていました。そのアン・サリバンは、その父親がアルコール中毒者であり、また母は6歳の時に結核でお亡くなりになりました。父は家のことを野放しにして、その母は幼い頃死んでしまい、なのでその親戚の方から病院に捨てられました。そのアン・サリバンの弟も同じ病気で抱えてしまい死んでしまいました。なのでこのようにすべての羨みが入ってきて、人柄自体が暴力的で、自分の体にも害を犯すぐらい恨んでいました。しかしそのアン・サリバンはヘレン・ケラーを見るたびに、神はあなたことを愛していると常に語っていました。その常に語っているうちに、その心が開かれました。アン・サリバンは幼い頃からウイルスに抱えて目に病気になったのですが、その病院から間違えて注射してしまい、さらに悪化されました。ヘレン・ケラーは最後に遺言としてアン・サリバンの隣に墓を、私が死んでいる際にアン・サリバンの隣に墓をしてくださいと遺言として残しました。大きな病気に抱えて癒されれば、
それ自体が福音で答えを受ける人として、またその病気に抱える人たちを救うことができます。その人として皆さんを神様は使ってくださいました。なので全てのことを伝道として見なければなりません。ならば伝道というのは伝道の当然性を持って人を見なければなりません。私個人だけではなく、人の全体を見てこの世を見なければなりません。なので今の時代は人間喪失の時代でもあります。今現場で犯されている犯罪や、その中に明らかにされていない人間のすべての姿を見ると、神が本来考えたその人の姿ではありません。第一コリント一章21節です。この世は自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって選挙の言葉を愚かさを通して信じる者は救おうと定められたのです。伝道選挙の言葉をこの世では愚かさと考えられています。しかし福音のために愚かなものになり、福音のため伝道は神の知恵です。神のことを知らなければ神が創造された人間、自分自身を知ることができません。神は伝道じゃないと道がないので、救いことはできないので、伝道ということを使いました。また今災いの時代でもあります。しかし聖書では災いがあるということを語っていません。しかし今ある災いのことを言っています。もっと発展すればするほど災いは深刻となり、人が説明できないその災いが続いています。便利になっても苦痛の中にあります。聖書ではそれらの原因を何なのかを明らかにされています。救われた者が霊的な問題があったとしても、その問題が私たちを滅びることはできません。パウロが第2コリントへ神に祈っていることを書いています。その時に サタンの存在を棘のように語っていました。
語っていました。そういう病が続いてしまうと、その問題に抱えてしまうと生活が崩れてしまいます。長い期間病の中にいると生活も全てのことは崩れてしまうし、崩れてしまいます。しかし救われた者にはもっと大きな答えとして来ます。神の恵みで私は満足すると、私が弱い時こそ私は強く力を得る時だと語っています。最も苦しい時に最も大きい答えを受けました。救われた者には、救われたということに中に大きな答えがあります。しかし人たちは救われたということを片面だけ見てしまいます。しかし救われたということは全てのことが終わったということです。救われるというのは神の命を得て全てのことをいただいたということになります。救いとはこの世にあるどんな問題でも問題になりません。聖書の人、聖書の中にあるどんな問題でも、どんな出来事でも、その聖書の中の人物にとっては何一つも問題になりませんでした。なのでこの福音を持って答えを述べ伝えないと解決されません。なので問題は深刻となって、伝道じゃなければ道はありません。人間は自分との関係なく行えるすべての問題の原因は創世記6章、3章、6章、11章です。さらに続いて災いの中にあるし、いるしかありません。なので現場にキリストのことを伝える皆さんになるよう祝福します。私に必要なのはキリストしかないということを見なければなりません。キリストでなければ何一つもできない、そのキリストの必要性を知ってこの世を見なければなりません。その目が開いてからこそ現場を正しく見るようになります。なので人はキリストがなくて滅びてしまい、今も続いて災いの中で生きていくしかありません。イエスはキリストであること、それは私の信仰の告白であり、その事実を述べ伝えるのが伝道であります。
あなたにとってキリストが必要だという事実を述べ伝えることです。私たちの生活の人生の理由は伝道ということを悟れば悟るほど私の仕事に対する使命、また私が存在する理由を来るようになり、その伝道の門につながるようになります。伝道宣教のことを握っている者にはしかしこの他の人にはその握っている人についていくしかありません。出エジプトの時にイスラエルの民人は常に常識的で正しいことを言っていました。しかし伝道のことを握っていた者たちは その正しいことを言っている人々に教会がするべきことは教会がするべきことはイエスがキリストであることを、その事実を語って述べ、その事実を述べ伝えることです。そのことを逃してしまうと本質を失うことになります。二つ目です。伝道の基準です。それを通して受けるべき答えは、まず一つ目は伝道は神の御働きであります。使徒の働き13章48節に、異邦人たちはそれを聞いて喜びと書いてあります。また永遠の命に定められた人たちは皆信仰に入ったと書いてあります。あそこに私がいること、それが伝道であります。人を連れてくるその前に、その信仰に私がいること、そのところに私がいること、それが伝道であります。二つ目は個人に定められたものを生かす、その人には一つの町、一つの地域を委ねました。ピリポ地域のルディアに任しました。なので使徒の働き16章15節に、私の家に来てお泊まりくださいと書いてあります。皆さん、救いの祝福を持って祈ってください。一つの地域を私に与えますように。皆さんの職場とその地域が現場となるよう祝福します。
ルデアのように 一つの地域を그리고 세 번째입니다. 로마서 16장에 보면은 맞다. 역사적인 스케줄이 나오는데 미래에 대한 스케줄이 나오는데 세계 복음서 로마서 16장이 1つの 국을 이카스 온도노 오쿠노 데시타치오 개인과 한 지역 놓고시마시타 한 나라에 하나님의 복음의 역사가 증거되도록 맞다. 1つの 지역이 1つの 국의 ために 私を福音のために使ってくださいと、その祈りをしなければなりません。私の祈りが使われるように祈らなければなりません。そういう祈りではないと 私たちの後代次世代は最も災いの中で生きていくしかありません。契約の御働きは237のと5000就職の行っています。 しかし 韓国の教会が多く成長しましたが、今はどうでしょうか。また私たちすら福音のことを何かに 制限しています。どれだけ信仰生活をうまくしたとしても、今日私人生において未来のことを備えるべきなのに、備えなければならない。またその未来のために 祈らなければなりません。皆さん一人一人が福音の御働きを次世代に述べ伝えて、皆さんによって福音の運動が続くよ。 続くようにしなければなりません。そうじゃないと私たちの信仰生活はそういう信仰生活は正しくはありません。なので福音が制限されずに次世代に 伝えなければなりません。伝道が整理されている人生は、その一人一人によって私自身が生かされますように。それが伝道の人生であります。 今日のタイトルでもあります。その日、その時、そのところ、使徒の働き9章10節にアナニアという弟子がいました。世界を生かすために、その時、そのところに、 その所でアナニアがいました。アナニアと違ってアナニアだけが生きる理由が異なりました。神の国が望むようにと祈りました。
また使徒の働き10章に異邦人に門初めて門を開いたのはコルネリオです。その時使わされたのがペドロであります。その当時ユダヤ人は民族主義に抱えていました。しかしコルネリオはその日そのところで使わされました。常に神の御働きはその日その時そのところで私がいるよう願っておられます。使徒の働き13章2節に정말로그날그때그곳에그날그때그곳에우리하나교회その日その時そのところで皆さん一人一人たちを祝福します。찬양은주여나의걸음이전도속에있게하소서길을잃고방황하는양찾는곳에있게하소서찬양하겠고요기도제목도한번보십시다약속하신영생의역사를나타내는전도제자의기도입니다같이한번읽어보십시다모든문제는우리가기도해야할이유사명이들어있음을알게하옵소서인간상실시대재앙시대계속되는영적문제해결하는답인전도가정리되게하옵소서한개인한지역한나라에하나님의복음의역사를증가하도록나를사용합니다